ついに完成、最強の背徳感が味わえるパターあふれるアウトドアスパイスの思い、皆様に共有したいと思います。どうも、やみつき松本です。ということで、本日は世間を賑わしておりますドン、こちらの商品のご紹介になります。先日ですね、キャンプスパイス夜行やみつきバター味ということで、私がアンバサダーを務めさせていただいているアウトドアブランドのユージャックと、私やみつきソロキャンプがコラボで作ったキャンプスパイス、ついに発売になりました。もう発売以来大きな反響をいただきまして、一時品薄になってしまうほどの動きを見せておりまして、Amazon のね、スパイスランキングでも上位に入賞するなどしていた、まあ話題の商品ではあるんですけども、まあ実際ね、もうすでに手に入れたという方もいらっしゃると思いますし、ちょっと気になるなと思っていたけど、Amazon で売り切れてしまっていたという方もいらっしゃると思いますので、ここでね、改めて私の方からこの夜行のね、思い、そしてどういったところに使えるのかというところを実際の映像を交えながら皆様と一緒に共有していければと思います。ということで、まずですね、この、キャンプスパイス夜行を作るに至った経緯からお話しさせていただきますと、突然ですけども、私太っていることからですね、まあカロリーが好きというのは皆様に伝わっていたかなと思うんですけども、そんな中ね、特にね、私バターが大好きなんですよね。で、よいしょ、これちなみに私が持っている名刺の一つではあるんですけども、そのバターは何キロカロリーですか、やみつき森のバター王子ということが書いてある通りですね、長野県のね、ラジオ局 FM 長野でパーソナリティを務めさせていただいた時とかに、もうバター王子としてね、自らを名乗ってそのカロリー愛をね、ずっと語ってきたわけですが、まあそういったこともあってですね、今回ユージャックさんから何かこうオリジナルスパイス作りたいものありますかという話をした時に、もう間髪入れずにバターということで私の方で提案させていただきまして、それでできたのがこの夜行というスパイスのやみつきバター味という形になります。なので、まあ個人的にはね、バター大好きで、本当にね、バターのね、 200g のブロックをね、そのまま調理に入れたりして、過去の動画でもね、ご紹介したりしているぐらいなんですけども、このね、バターが欲しかった理由としましては、個人的にはやっぱりバターって要冷蔵なので、クーラーボックスとかに入れて持ち運ばなければいけないというちょっと面倒くささもあったんですが、常温で簡単にひょいっと持ち運べるバターが欲しいということで、以前からね、このバターに関してはユージャックさんからお話をいただく前からですね、かなり動画でもね、言っていましたし、いろいろな方とね、お話しする中でもですね、バターのスパイス欲しいんですよねっていう話はさせていただいていたんですけども、今回ね、ユージャックさんの方でひとまずね、形にしていただいたというのが、この夜行のやみつきバター味というものの制作経緯になります。で、技術的な部分ですとか細かなところはですね、ユージャックの公式チャンネルの方でもですね、だいぶ語られておりますので、そちらの方も参考にしていただければと思うんですけども、この6月に販売したのがこの夜行のやみつきバター味、これはね、やみつきソロキャンプとのコラボスパイスということで限定生産になりますので、生産量が終わり次第終了という形になってしまうかなと思いますけども、もう一品ですね、夜行のカレー味というものも出ております。そちらもね、まあ本当にカレー嫌いな人はこの世にいない説があるぐらい汎用性の高いスパイスだとは思うので、チェックしてみていただければと思うんですけども、今回はね、このやみつきスパイスがどういった方におすすめなのかというところと、まあ特徴をね、簡単にまとめてお話ししていければと思います。まずはですね、この特徴、まあ3つのポイントに絞ってお話ししていきたいと思います。まず1つ目の特徴としましては、まあキャンプスパイスとしては多分これしかないんじゃないかなということで、バターを前面に押し出した形になっております。私自身もですね、過去動画にもしておりますけども、実は 20〜30種類のアウトドアスパイスがうちにありましてですね、私自身はね、クロセのスパイスからアウトドアスパイスのね、魅力を感じて、どんどんとね、新しいスパイスを買い足していったというのが正直なところではございますが、まあ、ホリニシですとかね、クロセ、それからマキシマムとかね、いろいろなスパイスを試しておりまして、まあ皆さんもよくあると思うんですけども、使い切れずにね、カピカピになってしまったスパイスというのもね、賞味期限切れても全然私は気にせず使い倒しておりますけども、まあ我が家の在庫としてはね、かなりのものが揃っております。マックススパイス、それからバカマブシですとかね、いろいろね、過去動画にもしていますので、よろしければね、そちらの方も見ていただければとは思うんですけども、まあそういった中でも、やっぱりね、このバター味ということで、バターを前面に
押し出したキャンプスパイスはこの夜行しかないかなと思っております。で、そういった意味でね、存在感的に唯一無二ではあるんですが、このね、やみつきバター味ちょっと際物な扱いをされがちかなと思ってはいるんですけども、よくよく皆さん考えていただきますと、バターって結構スタンダードな商品で、あらゆるところに汎用性が高い商材だということはね、なんとなくイメージはしていただけるかなと思うんですけども、やっぱりね、スパイスとしてやみつきバター味を出したので、ちょっと特殊な扱いを受けがちなんですけども、まあその汎用性の高さはね、後ほどちょっと実際こんな調理をしてみて、まあこういったところにあったよというところも正直ね、お話しできればと思いますので、その辺でチェックしてみていただければと思います。二つ目の話、まあ一つ目に付随するんですけども、こちら見ていただきますと、ここね、原材料書いてあるんですけども、原材料って要は素材が多い順に上に表示するまあルールになっているんですけども、だいたい原材料の一番上って塩スパイスって並ぶのが普通だとは思うんですけども、このやみつきバター味のスパイスに関しましては、一番上が粉末油脂となっております。二つ目の特徴はですね、贅沢なバター風味いうのが最大の特徴かと思います。いろいろね、ユージャクさんの方でも試行錯誤をいただいて、私の方にね、最終的に来たサンプルの中でも、やっぱりね、個人的にすごくアウトドアスパイスとしてまとまったものもあったんですけども、やっぱそれじゃちょっと面白くないかなと思ってる部分もありまして、そのサンプルの中でもよりバター感の強かったものを選ばせていただきまして、今回のこの製品化になったということですので、食べてみていただければなんとなくわかると思うんですけども、本当にね、これね、バター感めちゃくちゃ強い仕上がりになっております。で、原材料面ね、この粉末油脂がそもそもトップに来るようなスパイスってなかなかないと思うんですけども、それだけねこの粉の中に粉末油脂が多く含まれているということで、まあ、アウトドアスパイスでありながらも背徳感を感じられるような、一品に仕上がったかなと個人的にも感じております。そして3つ目の特徴としましては、このヤコウというスパイスの特徴になるんですけども、しょっぱすぎないという点が挙げられます。そもそもね、このヤコウというスパイス、他にもねオリジナルのものですとか辛口のものなどね、いろいろなバリエーションは出ているんですけども、そのヤコをね、すべてに共通して言えることが、素材の味を生かしながらも香りを引き立てるというところで、塩気を比較的控えめに仕上げております。で、ここでね、ちょっと価格の話にも触れたいと思うんですけども、このヤコのやみつきバター味はこの大きさで1180円となっております。マキシマムですとかね、他のスパイスと比べるとやっぱね、単価的に高く感じるという方もいらっしゃると思うんですけども、まあその秘密がですね、実は塩分にあるということで、まあその辺ね、ヒュージャックのチャンネルの方でもお話しされていますけども、簡単に要約してしまいますと、やっぱね、塩って原価が安くて比重が重くなりますので、まあ塩を入れれば入れるだけ安く仕上がるというのが、まあキャンプスパイスの事実らしいんですけども、まあ今回ね、この商品に至っては粉末油脂が一番入っていて、その次にスパイスミックスで、その次に岩塩ということで、塩の含有量としては他のスパイスに比べるとよりね、少なくなっています。で、このね、一瓶あたりの容量的にもね、 40g と書いてあるので、おい、なんかめちゃくちゃ高いじゃんと思いがちだと思うんですけども、なんかその瓶のね、中のスパイスの量を減らしているとかではなくて、もうそもそもこの粉末油脂っていうものが軽いらしいので、充填率はね、変わんないんですけども、実質の重さが軽くなってしまっているというのが現状でございます。なので、このね、しょっぱすぎないという点で塩気を抑えたことによって、価格的にも他のスパイスよりもちょっと高くなってしまった分ですね、いろいろな香りが足されている、まあ贅沢な商品ということがなんとなく分かっていただければなというところでお話をしました。さて、ここからはですね、このヤコを実際に使ってみてどうだったのかというところを私の方でお話ししていければと思うんですけども、このね、動画を撮る前にですね、もう本当にいろいろな料理に試して使ってみました。そんな中でもね、見えてきたこのヤコのおすすめの使い方ですとかね、ちょっと注意しなければいけない点ともね、正直にお話しできればなと思っておりますので、ちょっと一緒に見ていきたいんですけども、まあ、まずはね、シンプルにご飯にかけて食べてみました。で、これはね、美味しいです。はい、結構これ自体がまあスパイスというよりはコーンスープの素みたいなテイストのものだと思った方がイメージ近いかもしれません。なので今回もね、ご飯にかけてシンプルに食べてみたんですけども、もうこれだけでもね、結構バターテイストが足されて、まあバターライスとしてね、美味しくいただけるかなというところはあります。そして、二つ目ですね、卵かけご飯。まあ、これに関してはね、ちょっと注意点がありまして、卵とこのスパイスをかけて混ぜて食べると、先ほども言った特徴の通り、塩気は控えめなので、ご飯
ンみたいにそれほどね特徴が強くない食品と混ぜる分には香りが立っていいんですけども、まあ卵かけご飯みたいにこう混ぜ込んでしまうとねちょっとね存在感が薄れてしまうかなという部分がありましたので、卵かけご飯として食べる時もですね、どちらかというと後掛けをして直接ね香りが感じられるような方法で食べた方が美味しくいただけるかなというのが正直なところとして感じました。で、次、目玉焼きですね。目玉焼きに関しては、普通にもうできたところにババッとかけて食べたんですけども、これもめっちゃうまいです。はい。まあ、合わないわけはないですけどね。まあ、これ自体にもですね、ガーリックとかですね、黒胡椒ですとか、そういったものも入っておりますので、バターのね、風味だけではなくて、ある程度、塩気もね、多少入っておりますし、もうこれだけで決まるアイテムではあるんですけども、やっぱりね、塩気が控えめに作ってあるというところもありまして、まあ、卵とかね、特に魚とかね、ああいったものには、よく合うんじゃないかなというのが印象としてありました。で、同じくですね、サーモンも同様に焼いて食べてみたんですけども、まあ、サーモンに関しても、焼くときにね、ババッとかけて炒めるというよりはですね、炒め終わった後に後掛けして食べた方が風味としては残りやすいのかなと思いますので、バター感をより味わいたい方はですね、塩気が控えめで、しょっぱくないというヤコウの特徴を踏まえた上でですね、後掛けして香りを楽しむ方がよりこのねバター感を味わえるかなと思います。もしくはね、まあ、塩とか、別途ブーストしてあげる必要があるかもしれませんね。でサーモンも後掛けでこれをかけるとね、まあご想像通り美味しくいただけました。で次にね、パンですね、ちょっと洋食寄りに行きますと、パンにねそのままかけてもう焼かずに食べてみたんですけども、やっぱねパンも美味しいです。パンとかご飯みたいな素材にそのままかけて食べるのは非常に美味しく感じました。で、同様にですね、パンに卵を入れて、ホットサンドメーカーで焼こうで挟んで食べるという使い方もしてみましたが、こちらもね、まあ美味しいには美味しいんですが、やっぱり直接的なバターの風味をもっと感じたい方はですね、後掛けでこちらを振りかけて食べた方が風味も感じられますし、結果的にね塩分もそちらの方が抑えられると思いますので、おすすめかなと思います。でまあその他にもねいろいろなものにかけてみたんですけど、例えばねカツとかにかけてみたんですが、この辺まで来ると揚げ物とさらにまあ豚肉牛肉とかちょっと香りの強いお肉になってきますと、ちょっとねスパイスが負けてしまう部分があります。もちろんもうこれをねかなりの量をバシ掛けすれば美味しいことは間違いないのはなんとなくね想像していただけるかなと思いますけども、今回のお話はすべてねまあ通常の量で使った時のお話をさせていただいておりますが、まあ通常のねパッパッと振りかける程度でしたらやっぱりねちょっと香りの強い肉とかには負けてしまう傾向がありますので、その辺はねあらかじめ塩コショウですとかねちょっと他の香りを足してあげた方がまあより現実的にバターの風味がブーストされるというところもありますので、そういう使い方の方がおすすめかなと思います。それからですねコーン缶ですね、トウモロコシなんですけども、まあバターコーンってよくあるようにですね、まあコーンと一緒にこれをねバババッとかけて炒めてみたんですが、これもねコーン結構甘みがありますので香りは強いということで、どちらかというといろいろと炒めてある程度味もつけた上でこれを最後にかけた方がよりねバターコーン感増すと思いますので、まあ難しいことを考えずにねそういったところで補助用のスパイスとしてもね使っていただければ本当にバターいらずと言っても過言ではないぐらい、まあバターの香りは感じられるかなと思います。それとまあパスタとかもねシンプルに作ってはみたんですが、こちらも同様にですね、まあこれだけで決めるというと結構な量が必要になってしまうと思いますので、何かの補助としてね香りを足すという使い方の方が個人的にはおすすめかなと思っております。でまあその他にもねキムチですとかねもう本当にいろんなものにかけて食べてみたんですけども、まあ総合しますとこれねヤコウというスパイス自体がちょっと塩気は控えめになっておりますので、もしねこれをね使ってもいいという方はですね、本当にこれ一本でアヒージョですとかバタージョできますからね、まあそれこそマックのポテトにかけてシャカシャカポテトとかポテトサラダとか、特にね野菜とか白身魚それから鶏肉ぐらいまでのレンジでしたら、まあ通常につけて使えるんですけども、豚肉それから牛肉ですとかもうちょっと香りの強いものになってくると結構な量は必要になってくるとは思いますけども、もうこれだけでもね完結できるぐらいのバター感は間違いなくあります。でより現実的にねエコに使っていきたいという方はですね、塩コショウですとか通常の調理の後にかけるような形で使って、補助用のねスパイスとして使っていただけるとバター感だけがねブーストするような素敵なアイテムとなっておりますので、そういったね素材のね味を存分に味わえる場合はまあこれ一本で全然大丈夫ですし、まあ調理ですとか香りの強い食材を使う時にはですね後掛けして香りをブーストするのがまあ個人的にはおすすめの使い方であります。でいろいろ試した中で私個人的に一番おすすめだったのが鍋、こ
これ意外だったんですけど、よく普通の鶏の鍋とかあるじゃないですかね、鶏だしの鍋とか、ああいったもので普通に食べて、最後にこれをね、振りかけて食べると、クラムチャウダーっぽい風味になったりするんですよね。なので、結構汁物の味変には効果的なのかなというところもかなり感じました。ので、いろいろね、バターと名の付く料理たくさんあると思うんですが、もちろんこれだけでもできますし、これの量を節約したいという場合であれば、通常の調理をした後にね、これを最後にかけるだけで、あらゆるバター料理はね、これ一本だけで演出できるような可能性を秘めた一本になっていると思いますので、もしね、皆様もうすでにね、手に入れた方いらっしゃいましたら、コメント欄にね、どんな調理法で食べたら美味しかったよとかね、いろいろね、コメントいただければと思います。で、この動画を出す頃にはですね、また再販の方始まっていると思いますので、概要欄にねリンク貼っておきますので、ぜひその辺チェックしてみていただいて、検討いただければと思います。これね、ほんと限定商品ですので、なくなり次第終了という側面もありますので、このね歴史的なジュワッとバターの粉末、ぜひ味わってみていただければと思います。おかげさまでバター王子としてですね、唯一無二の商品できましたので、よろしければねお試しいただければと思います。はい、ということで以上、やみつき松本でした。じゃあね。